三浦亀春は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。三浦長と守や初代当主。妹に、徳川家康の側室、陽玉院。紀州半祖、徳川頼信と水戸半祖、徳川頼房のお父にあたる。天正元年、正木頼忠の子として、相模国足柄下郡小田原で生まれる。母は、北条氏、高氏の娘とされるが、北条氏、 行の娘とも、田中康之,之の娘とも伝わり、諸説ある。祖父、正木と忠は、三浦氏の末裔を称する安房正木氏の一族である、勝浦正木氏の当主で、安房里美氏の家臣として、和佐国の勝浦城を任されていたが、永六七年に一時後北上氏に寝返っており、ため春の出生時には、父の頼忠が人質として、後北上氏の本拠である小田原に滞在していた。 天正三年に、叔父の正吉きじりが休死すると、父、頼忠は家督を継ぐため勝浦に帰還したが、ためははそのまま小田原の外祖父のもとに泊まり、天正十四年になってから帰還した。豊臣秀吉の小田原征伐によりご法上氏が滅亡すると、里見氏は、総武事例違反を理由に、カ佐国、下佐国を没収されたが、勝浦正吉氏も、この頃までに、 里見氏に帰参していたため同様に領地を失い、安房に戻った。妹のおまんが、新たに関東の支配者となった徳川家康の側室として、寵愛を受けるようになると、ため春は隠居した父に代わって、慶長三年に召し出され、三千国を与えられた。また、家康から、正木き生を改めて、三浦生に服することを許され、 以後は、三浦亀春と名乗り、三浦氏の祖とされる、三浦亀通りの官名にあやかって、長と守ると称した。慶長八年に、妹、おまんが生んだ、家康の十男、長福丸の森役を命じられ、慶長十三年二月二十日には、日立国内に五千国を賜る。翌慶長十四年に、頼信が、寸布藩五十万国に転封されると、 東都海国浜名軍に八千国を領した。同年9月、家康の命を受け、前年に加藤清正の御女八十姫と婚約していた、頼信の結納死となり、清正の両国である、肥後国に下っての兵大阪の陣では頼信に従って出陣。戦後は、頼信と共に京都に滞在し、京都では日蓮州の層で、 不自不瀬派の祖となった非翼の強化を受けている。元那五年には、紀州藩五十五万五千国に転覆された、頼信の紀入国に随行した。ため春は、紀の国長軍、紀州一万五千国を治める万国陪審となり、紀州城を築城している。官営元年に家督を、着難のため時に譲って隠居。官営三年四月五日、十五位した、長戸守二人官。 翌官営四4年に、両方寺で、低発入道して、東安定官と号する。慶安4年には、法号の明前院日曜を、大運院被検に改めている。上皇元年7月2日、死去。去年80。墓所は、和歌山県和歌山市の両方寺。子孫は、奇襲藩の過労を接収し、三浦長と守る家と呼ばれた。ありがとうございます。